これ新聞折り込み。愛知県全域に入る？公開性ゴムは芝居にゃんと。同じだと。うちのやり方を真似たりとか、広告チラシとか、その宣伝を真似たりだとか、まあしょうがないよね、ここまでやられてるので。まあちょっと警告だよね、これは。だからうちはもうこれなぜか。歴史が。ずっとこれ、ブワーって赤でさ、訂正されて、ここはこういうふうに書いた方がいいよ。これに対して問題になったのは、お客さんが、仲良し苦ししたいわけじゃないで、別に友達じゃないでいいんだけど、戦いの話だよね、正々堂々と。だったら商品磨けようなの。どことにやってるからな、俺は。会社でもそうじゃん。じゃあ、これだけの人材がやっぱおるって、その明日作れんじゃん。はい。はい、おはようございます。おはようございます。はい。まあ今日はね、ちょっとね、あんまり気の進む動画じゃないんですけど、はい。まあ、塗り替え道場って、まあ、YouTube 見てくれてる人もいっぱいいるから、まあ、YouTube からね、いっぱい有名になって、こうやって塗装もいっぱい依頼を受け取るわけじゃん。はい。で、まあ、折り込み散らしたらなんだとか、いろいろ、まあ、もう、ね、29からでも15年 ?17 年かも。はい。やってきて、はい。まあ、何の話か、まあまあ、どういうふうに話したらいいかな。まあ、ちょっとね、これもちょっと、まあ、人に頼まれてとか、ちょっとまあ、うちうちの話ではあれなんですけど、まあ、塗り替え道場っていう野望で、まあ、ずっとやってきて、まあ、俺別に、あんまりそういうのは別に俺気にならない方なんだよね。どっちかというと。はい、だけど、その、まあ、うちのやり方を真似たりとか、広告チラシとか、その宣伝を真似たりだとか、はい。まあ、そういうのがやっぱ出てくるじゃん。で、まあ、よく職人さんもこの間も三谷さんが言ったけど、はい。塗り替え道場は安いと。はい。一人親方の人たちも、なんか、まあ、まあ、塗り替え道場は悪い噂がなると。はい。うん。ずっと聞いとったと。はい、それみんな言うじゃん。まあそうですね。だけどやっぱ三谷さんが来た時にでも動画で見てこんだけ綺麗な仕事職人さんがみんなしとんだったらちゃんとある程度値段出とんじゃないかと。出てないとこんなことやれないと。手抜かなくてそれぐらいなんで下塗り的と上塗りもまあピンでいこうかとか金額下げてみたいな。なんでうち来たんですかよ。 YouTube で塗り替え道場を知って、うん、こんなにしっかりやって単価が合うならいいとこかな。ああそういうことか。手抜いてくれとかそういうお願いされんから。はい、そうですね。そういう仕事はしたくないんだ。したくないですね。ああそう。あ、職人だから。そこまでしっかりやってやっていけるならいいとこだなって思って。ああめっちゃいいこと言うね。ちょっと俺寒気したわ。お前らがすぐ手抜くことしか考えてねえのに。動画見てほしいよお前。ああ涙するよ俺。うれしかったもんね。とにかくあなた適切なことやりたい。はい。きちっとしたことやりたい。はい。自分でだってお客さんの顔見て塗っとんだから。まあそうですね。仕事してんだから金稼ぐためにやってんじゃないかな俺は。はい。俺どういうこと言うの。何がしょ。俺が恥ずかしくてお金が好きでごめんなさいっていやそうだけど、まあ、まあ本当にまあそういう職人さんに誘えておくなと思って、はい、浜田さんとかもそうじゃん。まあそうですね。そうじゃん。なシールでもそうじゃん。山口もそう。真面目だし。はい。まあそういう中で俺はこの十何年を本当に職人っていうのを何百人も使って、はい、ここまで来て、はい、仕組みだなんだとかいろんなことやって、はい、それも高い金払って入れて、まあ、いろんなものを作ったり失敗したり成功したりしてここまでのブランドを作ったわけじゃん。まあそうですね、うん、でまあよそが真似すると。で俺どっちかって言ったら小冊子ってさあごめん一回停止もういきなり画像が編集者さんもバグるし視聴者もバグるし画像がバッて出てくるんだけど、いやこれもそうだよな。十何年作ってまあ俺これ作ったよ全部な、まあ、俺が社員がこれ一つみたいな業者選んできてとか、はい、でも俺も同じことやっとるっていうのはいろんな会社のやつ見てこういうのあこれなんだって、はい、こういうの作ってる人おんだってやっぱ俺も見てやっぱりよく似たっていうか、まあ塗装のことだもんね。まあ同じようなことではあるじゃん。だってインチ企業者がおるんだからさ、販売とか、やべえやつがいっぱいおるよって。はい。要請工事とかいろいろ作っとる。会社案内みたいな感じですね。これ会社案内か。すごい。はい。めちゃくちゃいいじゃん。これのまま、これいいよな。それは結構、より詳しい。これいいよな、単価とか。その、うちがどうとかじゃなくて、業界の単価がどうとかこうとかって。はい。これあんま見せると、本当にまた真似する段。ちょ、これないってさ、もうこれ、ちょっと本当に言われてんだわ、その社員から。で、まあ、話をすると、まあ、施工事例集もあるな。これちょっと狩猟請求は、まあ、まあ、愛知県の人限定になっちゃうけど、愛知と横浜の方か、県の人限定になっちゃうけど、はい、
まあ、シェル請求今は無料でやってるけど、まあ、これ来年からはもうこれ有料にしようと思ってます。あのちょっと送料がやっぱ高いから、まあ、見積もりの人はいいよ、見積もり以外でこれもただで持ってとんか、見積もり以外の人は作るだけで結構1000円ぐらいしようよ。でこれまあ送ってます。これ結構ね評判良くてやっぱ勉強になったとかいろいろ言ってもらえるんですけど、それはまあいいや。でそれをやっぱね真似する人がおるの、うん、でまあうん、まあ、まあね、こういうことやりたいんだけど、前回、まあ、うちのチラシが、まあ、これだと。で、うちはもうこれなんだよ、歴史が。もうこれも最近でしょ、まあ、何冊もある、これ、これなんな。はい。ずっとこれ、いろいろ改良したり、反響を見たり、いろんな本見て、やっぱチラシ、やっぱね、塗装ってやっぱ、ね、年配の人が多いやん。これのノウハウがやっぱ詰まってさ、反響率って取れてると思うんだけど、はい。これ、新聞折り込み。で、愛知県全域に入るん？どこまで入るか俺ちょっと分からんけど、愛知県ほぼほぼ全域入ってますね。入ってるんだ、はい。でこれが法改正後も足払いにゃんとってあるだろ、はい、うん、まあ、これ問題になったやつなんだけど、うん、同じだとでここはなんかまあ、ママだけ真似してくんだと、まあ、俺これ知り合いなんだよ俺もな、はい、あんまりやりたくないんだけど、まあ、ちょっと最近ひどいと、にゃんと30万円割引と、うん、まあ、ここはまあ、ね、ちょっと、最近ひどすぎる。まあ、これ、まあ、出したら分かっちゃうけど、まあ、しょうがないよね、ここまでやられておるで。まあ、ちょっと警告だよね、これは。まあ、俺はいいんだよ。違うというと、俺、この小冊子とかも全部、あの、塗装屋にあげとるから。これ勉強しに行って。で、これやって、まあ、同じような、ね、内容でいいわけじゃん。同じようなっていうのはさ、はい、別に自分で、自分の思いがそこに入ってくるじゃん。はい。何でも。はい。うん、だからね、まあ、別に業界単価とか、ね、あこういうのもしたいんだって、業界の単価とお客さんの、まあ、悩みとか、はい、で塗装屋の見積もり対策なんてみんな同じなんじゃん。お前が言っても俺が言っても同じなんだから、はい、であこれは違うなと思うことだ消しゃいいし、よう似たもんにはなってくるじゃん、どうしても、はい、それは別にいいや。で俺も別にあんまりいいんだけど、はい、問題になっとるのがこれがさ、まあ、これまあ俺愛知県なんで、同じ愛知県なんでね、この業者さん、はい、チラッと見せたで、まあまあまああれとか、まあそこなんか名指ししたいわけでもないけど、まあちょっとどういうふうに動画進めるって難しいな。これあるんですよ、ちなみにね。はい。で、まあその会社さんがまあこれ出しとんだわ、これ社名消してるね、これ出しとる。はい。で、まあこれに対して問題になっとるのは、お客さんがこっちが先にやっとると、俺らの真似しとると、ああ後者だった、うちがということをずっと言われ続けとる。ああそれは良くないですね。それ良くない、良くないですね。うん、さすがにまずいだろ。まあ、まあこれもちょっとどんなに上げてくださいっていうのは、まあじゃあここを出して、まあ、まあ出さずにやろうかなと思いましたけど、はい、それは言っちゃかんって言って、俺やったやつでお前やって、はい、うん、ちょっと頑張って、なんか10年ぐらい前だろ、こんなもんあげたの。そうですね。何年前かな、これ。だってもう創業当時ぐらいからだろ。創業当時ぐらいがありますね。で、一回改良してますもんね。何回改良しようこれ。まあね、誤字脱字があるって。俺だって、俺今でも覚えてるのは、ちょっと好きだった女の子がさ、その当時。はい。俺こんなの作ったんやわ、って言って。ちょっと見てや。俺3日後ぐらいこれ全部訂正されて送ってきて。字が全然違うよ、って。で、これ文句、これおかしいからね。国語はわからないから。俺も自分で。あ、鉛筆書いとったの？いや、多分。下書きみたいなやつを鉛筆書いてパソコンで売ってもらっとったんだ。多分そうだと思う。あ、そうだわ。で南区あそこの柴田の事務所で僕らが現場から帰ってきたら、でそれを見て職人さんたちが、うん、なんか社長が宗教に入ったみたいなこと言い出したんですよ。あ、本当。そうです。もう十だって4、5年ぐらい前だろう。もうだって社長が多分29、30ちょいぐらいですね。そうだよな、ね、その女の子もう全部これブワーって赤でさ、訂正されて、ここはこういう風に書いた方がいいよとか、はい、全部訂正されて。それでも誤字脱字が何回かあって、はい、やっぱ修正かけてって、今に至るって、まあ今もすごいかっこいい本になっとるわ。そうですね。前は本当コピー機でやって、あの真ん中でホチキス、この、ああ、止めて真ん中で、はい、ホチキス変えてるやつで。で、これでも、俺が自分で営業やって、お前もやっとった、今もやってるだろうけど、はい。喜んでもらっとったよな。まあそうですね。今どう言う？やっぱお客さん。いや今もやっぱそれはメインで、まあ、これだけは読んでくださいみたいな感じで。うん、だけど今もう一回でも
からじゃん。もう今この小冊子営業っていうか、まあこれで思いを伝えるっていうのって結構多いと思うの。はい。だからまあ、ええんだけど、まあ一つ問題になったのはその、なんかうちが後だっていう。はい。ことだよな。まあ、そうですね。それはいかんわ。じゃあ本当に。それはもう俺もさすがに、まあまあええやんって。俺もどちらかというと本当に何でもあげて、もうチラシも本当にもう突然さんでも何でも欲しいってやつをみんなあげるよ。まああったことないやつさすがにあげんけど、勉強会とか来てくれてチラシくださいとか、小冊子くださいって言ったら、全然あの SNS 勉強会、今度6月19日も関東でやるだろ。はい。うん。あの時にもう行ってくれたら全然あげるし、はい。全然いいんだよ。それでね、お互いに成長してきゃ別にいいわけじゃん。はい。相手の、要はそこの社長さんが、知らない可能性もありますよね。要は営業マンがおるんで、向こうも。営業が勝手にそういうこと言ってるだけかもしれないですよね。あ、それかもしれないな。僕はそんな気がします。あんなったら別にな、まあしょうがないよな。うん。まあそこはちょっと要、まあ、チクチクと、まあ注意ぐらい。ここの社長も知っとるかな。まあ知ってますね。お前は何回か連絡を取り合ったの。俺もあんまもう10年以上連絡取ってないと思うんだけど。僕は一回飲みも行ってますね。あ、本当。はい。ね、まあ悪い子じゃなかったよな。まあそうですね。うちの仕事もしてくれたんだな。そうですね。あ、そういうことか。社員が言っとるっていうのかもしれないな。多分社員教育しようしは。そう、別に仲良し恋したいわけじゃないで、別に友達じゃないでいいんだけど、戦いはないよね、はい、正々堂々と。うちと被るは被るでいいんだろうけど。はい。だったら商品磨けよな。本当に動画で出しとって、本当にとことんやっとるからな、俺は。市民の足場も。自社施工でもみんなでも自社施工今歌っとるじゃん、はい、チラシで歌ってます。大した自社施工じゃないじゃん。ショー堀川ショー、はい、ちょっと動画登場してよ。ここまでやっとるその教育の髄を見せるわ。教育の髄。何年10年18からの10年18からだよ。どんだけ問題児だったかこいつは。まだ問題児だよ。だからじゃあそれはと十何年これやっとんのボコボコに殴ってじゃないからさ、君らこれすわってやって育っとんの。その簡単に無理だわ。自社成功そんな材料持ってるから金持ってるからだけど無理だよ。これを何人も育てればならんのね。まあそれをまだまだやっていかがかしらこれやっとんの。そうやって信頼関係ないとやれんじゃん。まあそうですね。だって足場独立して自分で足場カンパやったらすぐ100万稼げるの。はい。それって信頼関係があるから、まあなんか遠回りに見えるかもしれないけど、これ近道だと信じてやっておるでしょ。はい。一生懸命管理と栄養管理やっとるでしょ。はい。そうだ。信頼関係がないとやれないよな。まあそうですね。そうだと思うんだよ。はい。ね、それを簡単にさ、まあやれないし、まあ努力しやれるよな、柔軟で一生懸命でやれると思うんだけど、まあだけどその相手を蹴落とすみたいなやり方で、まあそんなことで蹴落とされてないし、うちは全然屋台までも揺れないけど、はい、俺にはチクリとも怖いけど、ちょっとサインがチクチクってやりだしとるで、俺はここ。ちょっと動画で。ツンツンと。ツンツンと。いいやりたいやつやらしいよ。続いてはな、俺でも。別にいいやつってさ、持っていいと。お前ら負けとる、お前ら悪いやつ。はい。俺 YouTube やった時も言われたんだな、お前ら。ああ。お前も敵言わんとか、最初。いや、僕は敵じゃないですよ。嘘つくな。常に。言わんけつだけで、お前。いやいや。全社員が俺敵に回ったんだよ。社長。で、お客さんも言ったんだよな、最初。こんなことふざけてやってるやつ。ああ、それは言ってますね。言われたことありますね。いや、僕らは嫌でしたね。何が？その YouTube。あ、なんで？撮影また来た。あ、また来た。仕事また今日帰ろう、そうなるわ。みたいな。嘘。最初は。嘘。今は、もう、撮ってほしい。撮ってほしい。あ、そうだろ。あ、ちょっとチヤホヤされたんだから。いや、まあ。結構チヤホヤいいよな。そうです。電車とかで撮ってさ、俺昨日もさ、まあゴルフ行ってさ、はい、まあ変な話じゃないよ。まあすごい人だ。はい、俺の方がすごい尊敬しとる。もう本当経営者の中で、もう、うん、本当にもうめちゃくちゃ尊敬しとる。俺がもうお世話になった。はい。やったやったー。うちの女房が好きでさーって。はい。やっと奥さんに言える。はい。そうなんですかー。うちの女房この間2月に亡くなってさー。
えって仏壇の写真貼るわって写真撮らせてこうやってえって仏壇の上手いですよ俺絶対怒られるんですよって怒られるって俺こんな俺の写真置いたら仏壇の上にってちょっとでもリアルだよマジっすか。で病院で毎日見てるってさ、へー、まあ、嬉しいじゃんそれ言ってくれると、はい、まあでもそうだよな、うん、だからまあ本当に、まあ、まあ YouTube だけじゃないんですけど、まあ、こうやっていろんなものが形になっとるじゃん、まあ、まだ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 話けど分からなくなったけどまあまあまあでもこれぐらいの方がいいよな。あんま変に悪口になっちゃってもいかんけど、まあ、そうですね、うん、だからさ、うん、まあまあねそれは全然いいと思うんだろう。そのなんか俺が教えたったって言ったらいかんけど、はい、塗り替え道場の教えたったって言ったらいかんや真似するのは別にいいけど、うん、変な噂はダメだよってことですね。そうそう、で真似できんじゃん、これ YouTube でもじゃあ真似できんじゃん、簡単に、はい、で会社でもそうじゃん、じゃあこれだけの人材がやっぱおるってその明日作れんじゃん、はい、でどんなにこのチラシとかも、で俺お客さんとかによく言うじゃん、はい、言うじゃん、いや金額でもそうですよって、うちの値段合わせたっていやできないですよ、うちって足場もこれだけの人間たちがおる、はい、シーリングは山口陳次郎ってこの間も動画撮ったけどレジェンドで、そこに下にちゃんとねよく動く、まあ、低賃金って言ったら実習生がね勉強しに来とるわけでしょ海外から、はい、でそれが仕組み化されとってちゃんと現場で動くようになっとって、はい、実習生だけでも違うとそれ無理だもんね、俺は足場組みに行かんと実習生だけじゃ無理じゃん、はい、でも、もうできるやつらばっかでも無理じゃん、はい、だからここのさじ加減みたいなのが、うん、全部あるわけじゃん、はい、そういうのなんでもそんな足場作れちゃって無理でしょ、金さあってじゃあお前が5000万あったからこれ足場作れる1億あるから無理だよ、うん、まあでもこんな感じです。まあいいかなこれで営業さん、はい、はい、もうじゃあ相手のせいに死んでね、相手のせいで契約が決まらんとかそういうこと言わんでね、そういう決まった最後な、まあそうですね、そういう、うちの提案力とかこれだけのものを作ってんだから自信持ってそれを提案できや絶対に変わるでしょ、はい、金と鉄ぐらい差があるからでしょ、そうでしょ、だけど、はい、人間ってその中身が見えんから、ただのこれ石ころに見えるちょっとキラキラしてる石やん、はい、これ1万円もすんの、だったらこっち5000円でいいやって石5000円買ってみたいなもんだ、はい、からしちゃう、それでもお客さんからしたら後で買って10年後5年後に気づくわけじゃん、はい、ああこれただ石だったってこっち買ってやればったってなるわけでしょ、はい、でもそれって後で後悔するから、まあ、そういうのが増えてきてやっぱ紹介とかめちゃくちゃあるじゃん、はい、で今もう広告ほとんどやってないから、うちはそういう意味で新規の人たちがこういうチラシとか広告にも反応されるってのも分かるけど、まあこんなの、まあ、何だ29分です。まあどうだ、半年。今俺のホットスポットこいつだから。俺のもう今さ仕事自体はゴルフ昼間から練習行ったりね、まあゴルフ昨日も行ったし昼間から昨日なんか俺悔しくて。ということです。これでもモザイクこれなんか言ってるから違うもの言ってるはい、いきます。あ、いいよ、ジョーッ、これ偉いな、そういうとこ好きだ、一回来られたらこういうふうにやるんだ、動画の中で来られたらたまた動画撮ってきて、これはい、じゃあ以上になります。あ、6月19日と、あ、あと、あ、これめちゃくちゃ大事なんですよ、これまあ最後の最後であれですけど、足場の買い取りも今もうガンガン強化してやってますんで、あの足場買い取りと販売もやってますんで、ぜひ興味ある人で、ちょっと逆にさ、ちょっと買い取り中古の大きい話がバンってくるときに、やっぱね、何千万の時の時とか1000万2000万とかちょっともうね、チキっちゃう時があるから、そのそういう話が、こういう話が来たら僕あの買ってくれますよと、まあね、間でね、まあ、1割 10% とか、まあ、抜くと思うんだけど、もちろんでそういう買ってくれるっていう、今すぐじゃないけどそういう相談乗ってくれる人でも、こういう話が来たらちょっと声かけさせてくださいみたいなんで、例えばバーンって、まあ、1000万2000万来た
まあいいよ、うちこれとこれはもういいよって、物見てたけど、これ買うよって言ってくれる大きい足場屋さん、うちより儲かってる足場屋さんちょぜひちょっと問い合わせください。あの問い合わせくださいって言ったら、まあ上からだけど、なんかあの力貸してください。でまあ僕これ本当にね、勝負かけとるんで、ちょっと足場しっかりやっていきたい。でまあ本当に結構いい声もかけてもらっとるし、逆に知り合い自体、俺これやってんだわって言ったら、知り合い自体が足場屋が足場材料売りたいって言ってるけどどうって言ったら、もうすごい量とかだと、これちょっとすぐ買えんわって言って、何千万の話が来るから、はい、ちょっとチキっちゃうでこれでこの話を持っていけるぞって言ったらいいやん。この話が来てるんでどうですかって、はい、じゃあうちこれぐらいはいいよ、これぐらいはいいよってやってくれるんで、ぜひお願いします。声をかけてください。よろしくお願いします。お願いします。せーの、モダミネレはい、ちょっと悪口になりましたけど、まあいいんじゃないですか。まあ、そんな悪口ってないね。はい、yeah.